プラ。うどん屋さんね、やってるんですけど、今日やってんのかな。やってないですね、時間の関係ですね。今日はね、ちょっとこちらで行ってみます。これね、こっちはさっき言ったね、うどん屋さんのうどんなんですよね。手打ちうどん。よいしょ。あ、すごいのが懐かしい。いろんな情報入ってます。天ぷら。こんな感じになってます。まあ、なんか違いますね、普通と。 お芋とかき揚げ入ってます。ちょっとなんかボリューミーな感じかなと思います。
はい、来ました。2つ目のとこです。いくらかな。300円、さっきと一緒ですね。外で食べるしかないっていうパターンですね。ここはあのお弁当屋さんの岡本というところですね。ちょっと注文します。来ました。どうしようかな。天ぷらうどんにしようかな。さっきの比較で。来ました。よし。お、すごいシンプルな。麺が細麺です。麺のように感じます。いただきます。うん、なんだろう、カップ麺に近いかもしれない
ご視聴ありがとうございました。そうですね、3店舗回ったんですけど、まあそれぞれのね味というか雰囲気というか内容が違うのは確かなんですけど、まあやはりどちらがまあ美味しく、どっちが美味しいかっていうと、やっぱりあの手打ちうどんのもみじの里の自販機ですね。で次に行ったあの岡本っていうねお弁当屋さんの前にあるうどん自販機なんですけど、まあそっちはまあ簡単な、まあインスタントじゃないですけど、まあそれに近い感じですかね。麺が細めで補助池の方が結構暑かったですね。冬場とか特にいいかもしれないですね。はい、というわけで今回は、こんな感じで終わろうかなと思います。まあそれぞれね雰囲気があるとは思うので、まあ、こっちに行けあっちに行けみたいな感じじゃないですけど、まあ、あのお近くのねうどん自販機のとこ行ってみてください。個人的には手打ちうどんのあのもみじうどんさんとどこに行ったんですね。というわけで今日はこんな感じでちょっとねうどん食べすぎました。はい、それでは。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。